ヘッツイ幽霊は古典落語の演目。元は情報落語の演目でかまど幽霊とも言う。原話は安永2年に出版された昭和本俗談今年花時の一編である幽霊。第二あるヘッツイとはかまどのことであり、どちらもヘッツイの字を当てる。安永2年に出版された昭和本俗談今年花時の一編である。 幽霊を現話とし、元は情報落語の演目であった。明治末期に東京に移されたとし、以降、へっつい幽霊の代で知られる。現在に一般に知られる下げは、下記のあらすじの通りで三代目、桂三木助や六代目、三遊亭演唱が演じて広まったが、本来のものは、幽霊が負けた晩は、おとなしく消えるが、 翌晩に再び現れて、そんなに金が欲しいかと問う熊に対し、せめて寺が欲しいと、幽霊が返すというものであった。へっついとある道具屋にあった。へっついは、買われれても、翌日には買った客が買った金額よりも安く返しに、来る不思議なものであった。それが何度も続くので道具屋の主人が、返しにやってきた客に訳を尋ねると、夜中に痩せた男の幽霊が現れ、 金を出せと脅かしてくると明かした。やがて、あの店の島は、幽霊が出ると噂が立つようになり、困った道具屋は3両の引き取り料で、へっついをもらってくれる人を探し始める。この話を聞いた、大の爆打好きで有名な長屋の熊は、隣に住む悪友の遊び人で感動中の若旦那と、共に引き取りに行く。道具屋も熊の度胸の良さを買い、心よく手放す。 熊と若旦那の二人は重いヘッツイを若旦那の家へと運び込む。だが、その途中でうっかりヘッツイを落としてしまい、角が欠けてしまう。するとその中から三百両という大金が出てくる。早速二人はこれを山分けにし、熊は博打で若旦那は吉原でそれぞれ百五十両という大金を一晩で使い果たしてしまう。 翌晩、若旦那が寝ているとヘッついから幽霊が現れ、悲鳴を上げる。その声を聞いて、熊が駆けつけると、果たして幽霊がいるが、度胸のある熊は幽霊にお前は何者かと尋ねる。幽霊曰く、生前の自分は盛んであったと言い,い、熊と同じくだいの博打好きだという。ある時の飛ばで大勝ちをして三百両という大金を得て、 これをヘッツイの中に隠した後、フグで一杯やっていたら、当たって死んでしまった。しかし、三百両に未練があって成仏できず、よなよな金もありかを聞いていたと明かす。三百両は、熊と若旦那で使ってしまってもうない。二人は相談して若旦那は実家に急いで戻り、母親に事情を話して金を苦面してもらう。熊たちは幽霊に三百両を返すが、 幽霊も熊も、爆地打,打ちゆえに、それを元気にして、長半爆打を強じ始める。しかし、この勝負は、熊が好調であり、勝ちに勝って、ついには、幽霊の元ではなくなってしまうが、これに懲りずに、幽霊は、もう一勝負と熊に頼み込む。さすがの熊も、線がねえなら、おしまいだとあしらうが、幽霊は言う。線がなくても足も幽霊です。 決して足は出しません。ありがとうございます。